皆さんこんにちは。日本の代表チームが関西に来ればここでキャンプをし、技術を磨いて試合に備えるという場所でもあります。そういったところで皆さんにここで今日明日いいサッカーを、それぞれの方が優勝を目指して頑張ってほしいというふうに思います。試合が終わればいい、みんながいい仲間で、そういうで友好を深めて、それぞれの人がそれぞれの町に帰って、また次の世代を目指して頑張ってほしいと思います。日本のサッカーもロシアのワールドカップの出場が決まりました。選手のそれぞれの人たちが今誰がメンバーに選ばれるかということは全く未知数でもあります。そういった中で君たちも将来この中から日本を背負って立っていく選手に育っていってほしいというように思います。この2日間頑張ってください。サポーターの皆さん本当にありがとうございます。素晴らしい大会になるようにご協力のほどお願い申し上げて、ご挨拶を返させていただきます。ありがとうございました。